お金の講義、株式と陰陽道。株式と陰陽道、実はね、ちょっと関係あるんですよ。ふざけた話じゃなくて、真面目な資産形成の話をするので聞いてほしいです。昔々、株式の式っていう言葉は、職っていう言葉と同じ意味で使われてたんですね。職業の職ですね。読み方も同じく式なんですね。で、この式という言葉は役所の名前を表す言葉。例えば、陰陽式っていうと、陰陽道を司る役所を意味するわけですよね。さて、時代が進んで平安時代。この頃になると、特定の家が役所の義務を世襲的に請け負って運営する。そういう体制が成立したんですね。例えば、陰陽式は安倍家が世襲するようになりました。安倍家って言われるとピンとこないかもしれませんけど、安倍の生命って言われたらわかる人も多いんじゃないですかね。こんな感じで、時代が進むにつれて、本来役所の名前であったそれぞれの式は、それを継承する家の持ち分とみなされるようになっていったそうです。つまり安倍家は天皇から陰陽師として任命されたから陰陽道を行うのではなくて、陰陽式を持ち分として保有しているから陰陽道を行う。そういうわけですね。そしてさらに時代が進むと、この式は特定の家や親子の間だけではなくて、他人にも譲渡されるようになっていたそうです。なのでもし僕が平安時代に生きてて、式を買ったら僕は陰陽師になれたってわけですね。株式のじゃあ株はどこから来たと。株は木の根っこのことです。木は切っても株が残ってればまた生えてきますよね。さっき解説したように、式は親が死んでも子に継承されていく。子が育てばまた立派に仕事ができるようになるわけです。で、その子が亡くなったら今度は孫に継承されてっていう感じで永遠と続いていくわけです。切っても生えて、切っても生えて、まるで株のようですよね。こうして株式、つまり現代の株式という考え方が成立していったわけですね。で、お金を払えば誰でも武士になれたと。江戸時代には、旗本や御家人といった身分が、旗本株や御家人株として売り買いされるようになった。つまり、お金を払えば誰でも武士を名乗る権利、特権をゲットできたわけですね。また当時、米の仲買や金銀の両替といった業務は、幕府から認可を受けた米問屋や両替商しか行うことができなかったんですね。だけど、彼らの営業特権、仲間株も時代が進むにつれて自由に売買できるようになっていったそうです。さて、ここまでの話をまとめます。つまり、日本で昔からあった株式というのは、地位や身分といった社会的な特権、営業許可や政法機密といった経済上の特権を継承していく権利だったわけですね。こう言われるとものすごく価値を感じるでしょう。いくらでも欲しいっていう人は僕だけではないはずです。こんな感じで、株式は日本では古くからあった概念。なので、欧米で株式会社の制度ができた時も、日本ではわざわざ新しい翻訳語を作らなくてもよかったそうです。日本ではすんなりと普及していったと。まとめいきます。何が言いたいのかと。株式はいいものです。株式はね、いいものですよ。株式は今でもなお、普通の人が自分の努力で買える特権ですからね。例えば、三井住友銀行の創始者じゃなくても、三井住友銀行のビジネスが生み出す利益をもらえるし、コカ・コーラの創始者じゃなくても、コカ・コーラのビジネスが生み出す利益をもらえるし、トヨタの創始者じゃなくても、トヨタのビジネスが生み出す利益をもらえるし、これはつまり、みんながいろいろな企業の営業権、特許権、製法機密、工場設備、製造技術、こういうものを持ってるのと変わらんってことですよ。世襲の場合はどうにもなりませんよね。その家に生まれない限り、経済的な恩恵を得ることはできません。でも、今の時代はそうじゃないこともたくさんありますからね。どんな家に生まれようと自分の力で稼いで、自分の力で貯めて、そのお金で株式を買う。こうすることで特別な一族の人間ではなくても経済的な恩恵が得られるわけですね。株式は自由に売買できるがゆえに短期的には非常に大きな値動きがあります。日経平均も今後3万円になったり5万円になったりいろいろ動くと思います。だけど一番大切なのは自分が何を持っているのか理解することです。今日の話を参考に自分が持っているものの価値について改めて考えてみてもらえたらなと思います。ちょっとした値下がりで狼狽売りすることもなくなるかなと思います。ちなみに今日の話は会社はこれからどうなるのかから引っ張ってきた話題です。東大の経済学部長も務めた経済学者岩井勝人さんが書いた本ですね。経済学に興味のある人は読んでみるといいと思います。以上です。